アイアイさんは、タクマ・タカが主催する劇団、東京セレソン・デラックスの舞台劇、佐竹みきを作、演出により、2007年4月に初演された。25年前に生き別れた父と娘を通じて、家族の絆と愛を描く。再演がないことから、幻の名作とされてきたが、タクマ主催のタクマフェスティバルジャパンによりタクフェス第6弾公演として2018年に再演され、 また同年に小説家、映画化される。25年前に失踪した父とその娘の再会に秘められたドラマを描く、倉科かな主演の感動作配役は、タクフェス第6弾公演のもの。宅間高行原案、石川拓実著により小説化され、2018年3月26日に SDP より刊行された。2018年8月10日には、 映画版のキービジュアルを用いたシンカバー版が発売、同年10月7日に文庫化された。2007年の舞台初演時より小説家、映画家の構想があったが、初演より9年の年月を経て、納得のいく小説ができました。映画化に本格的に取り組みますとして、小説版の観光並びに映画版の制作開始に至っている。拓馬隆之の監督、脚本により、 映画化され2018年10月26日に公開された。ありがとうございます。